やっほー、皆さんこんにちは、あやです。今日はみんなに新宿で一番ホットな場所を紹介したいと思います。今回紹介する場所は新宿歌舞伎町タワーです。新宿の賑やかな歓楽街歌舞伎町に日本最大級のホテルとエンターテインメントの複合施設東急歌舞伎町タワーが今年の4月にオープンしました。この超高層ビルは地上48階、地下5階に及び、エンターテインメントが充実しています。映画館、ライブ会場、ゲームセンター、横丁フードホールなどがあります。では東急歌舞伎町タワーには何があるでしょうか。このエキサイティングな新しい歌舞伎町タワーのハイライトをいくつか紹介します。まず紹介するのは歌舞伎横丁です。歌舞伎横丁は歌舞伎町タワーにある新しいおしゃれなフードホールで10軒のレストランがあり、毎日ライブパフォーマンスが行われます。広島風お好み焼き、沖縄そば、浜松餃子などご当地料理が楽しめます。和食以外にも台湾料理や韓国料理も楽しめます。この横丁には DJ ブースやカラオケマシーンに加えて最先端の照明と音響システムが完備されており、楽しい夜を過ごすことができます。太鼓ショー、殺陣、阿波踊りなどのエキサイティングなイベントも週を通して予定されています。次に紹介するのはバーが組み合わさった新感覚のゲームセンターです。豊富なアーケードゲームの他に、このスペースにはガチャポン専用のエリアがあります。250個のガチャポンを楽しむことができます。バーエリアにはカクテルやモクテルのメニューがあり、深夜のデザート専門店パフェテリアベルの甘いパフェと組み合わせることができます。日本各地の地域の特産品を缶詰で販売する店のさまざまな缶詰を楽しむことができます。タワーの6階から8階にはミラノ座劇場があります。この劇場はエヴァンゲリオンシリーズの舞台化でオープンし、2020年にオスカー賞を受賞した韓国ドラマパラサイトの舞台化も予定されています。今後のショーの詳細については劇場のウェブサイトをチェックしてみてください。次に紹介するのは映画館です。この豪華な映画館では特大の座席、食べ放題のポップコーン、飲み放題のソフトドリンクを提供し、映画の夜をワンランク上のものにしてくれます。9階と10階に位置し、映画が始まる前にくつろげる広々としたラウンジもあります。地下に降りるとライブハウスの ZEP 新宿があり、夜はナイトクラブのゼロ東京に変わります。 ZEP 新宿は4フロアを占め、1500人を収容できる新宿最大級のライブハウスです。17階には歌舞伎町の素晴らしい景色を望むレストラン、バーがあります。レストランには広々としたダイニングルーム、ジェラートショップ、プライベートパーティールーム、さらには大型スクリーンのあるオープンな屋上テラスまであります。そして東急歌舞伎町タワーにはホテルグルーヴ新宿とベルスター東京という2つの素晴らしいホテルがあります。ホテルグルーヴ新宿は19階から38階まであり、アートインスタレーションを兼ねた客室を含む538の客室があります。
一方、ベルスター東京は39階から47階にある高級隠れ家ホテルです。全客室に幅7メートルの窓があり、街並みを一望できます。天空のプライベートヴィラと名付けられた5つのペントハウスルームの一つで、眼下に広がる街の360度の景色を楽しむことができます。それでは皆さん、今日の動画はどうでしたか？皆さんもぜひ歌舞伎町タワー行ってみてください。チャンネル登録と高評価お願いします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。